お尻から失礼します。よいしょとととととと。どうも、ワキボーです。ワッキー貝山の分身ワキボーです。コスモスの自販機当たり、2回にわたりましてハズレを紹介してきましたが、そもそも当たりって何だったのという皆様の疑問にお答えしようということで、今回は当たりの品10選、ね、選びましたのでご覧ください。箱の中にですね、このようにやったぜおめでとう、お店からもらってねという紙が入っていたようで、これはカプセルの中に入っていた当たりなんですが、同じような感じだった記憶がありますね。これをお店に持っていくと大きな景品がもらえるということです。それでは見ていきましょう。まずはこちら、アクセル全開ターボパワー、20秒充電、チャンピオンは君だ、夢の電子カーグランプリターボ。すごいですね。炭酸乾電池、日本仕様、別売りですけど、これが当たると歌ってね、外れが出たらめまいですよね。すごいですよ、グランプリターボ説明書。まあ細かい文字がね、夢の電子カーですか、ね、うわー、新品、全然ビタッと入ってるんで、まあでも車体はごっつい。グランプリックスターボパワー、つなげてね、つなげて充電するわけですよ。ターボパワー、これだ。コスモスってロボってるとこがいいですね。かっこいいじゃないですか、ほら。これね、すごいタイヤが、ごっついですけどね。ちょっとずれてるか。これが欲しくて回すわけですよ。ちなみにこちら、大人になってからオークションで買いました。ガビーン。続いて、こちらです。光線銃スペースビーム、光と音の新兵器、エイリアンを撃て。こういうの入ってるんですって、これ、ね、エイリアンボックス、ザ当たりですよね。箱のサイズは全く先ほどのグランプリターボと同じなんです。おお、普通のボール紙ですが、エイリアンですよ、ね、そしてコスモスと書いてある光線銃。ちょっと重いのは憎いですね。なるほど。こんな感じのメカなの。いや、これもしかして、核電池使うんじゃないですか？今度つけてみようかな。核電池あっつくかな。やったことないんだよね。お、つく。これが白くなってますけど、つきました。実験が必要ですね。そしてね、このカメラもね、多分当たりでもらったんじゃないかな。ドンキーボックスって感じですけど、これはあれですよね、カメラね。うん、カメラなんですよ、ここでこうピンと合わせてパシャッと撮るという。こういうカメラも当たったと思います。さらに4つ目はこれですね。まあ今100均でも買えますけども、当時はね買えなかったんですよ、このね、計算機。電卓いけるかな、うん、お使える？ついたね。おお、すげえ、今から40年ぐらい前の、ね、エレクトリックミニカリキュレーターって書いてますけど。電卓、ね、当たったわけです。そしてこちらですね。当時大人気の筋肉マンのリングセット。
これはの別メーカーから出てたんですけどね、コスモスでも当たり券でもらえました。こちらね、リングとあと金消しが入ってるんですよね。金消しがね、これディスプレイ用かな、あとはもう綺麗に取っときましたけども、ね、きちんと半券もついてまして、ね、こんな感じで重ねることもできる、リングはこんな感じですね。まあ、トントン相撲みたいな形のリングができるっていうね。これは結構当たりですよね。これはね、おばちゃんからもらった袋もなしで、こちらの、ラジコン?リモコン?ね、まあ、線がついてますからね。これはね、電池入れてもね、動かなかったんだ。うん。これでね、前も後ろも行くって言って、当時すんげえ喜んで遊んでましたね。まあ、これはもうコスモスのものじゃないんですけど。まあ、でもメイドインジャパンですから。ね、これはもらいましたね。これはすごい記憶にあるんだな。そしてこちら、ドラゴンウォーズ、伝説の武器。なんかいろいろと謝んなきゃいけないような感じのね、イラストがあったり、ネーミングだったりしますけど。武器ですね。武具。なかなかな、そしろ、ほら、ね。この世界観、どうですか?伝説の武器。外から見るとね、全くコスモスって書いてないんですけどもね、後ろにちゃんとコスモスって書いてますよ。ほら。まあ、コスモスの仕業ですけどね。でも、これがセットになってるのは当たりですよね。これはね、ペーパーナイフ。一般できてるんですよね。ほら。ね、まあ、これ見せられると、やっぱり、別動画を見てみてください。ね、輪ゴムピストル980円もしないんですけど、こっからはね、当たりボールでもらったのか、コスモスの自販機の当たりの剣でもらったのか、ちょっと不明なんですが、輪ゴムピストル非常にわかりやすい組み立て図ですけど。ちゃんと袋に入ります。おー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 、ね、輪ゴムピストルですよ。輪ゴムピストル。これはこれでね、袋に入ってないバージョンが昔、当たったんでね。ブルーで。ただ、的は同じ感じですかね。あ、青もあるんですね。はい、吸盤がついていて、非常に簡単な作りですね。ここに輪ゴムを引っ掛けて、バンバン打つという。まあ、大きければ当たったって感じしますもんね。アクショングライダーですけど、780円で書いてますかね。こちらも、こちらはボックス機に入ってたな。これも当たりじゃないかな。自分で組み立て式のグライダー、羽の部分にきちっとコスモスって書いてあるんですよね。かっこいいですか？かっこいいでしょ。ほら、コスモス、コスモですか、宇宙ですか。そしてラストはこちらですね。フライングシャトル、未来型進化系だと思いますけど、羽にはコスモスってカタカナですけどね。オービターフライングシャトル、ぐるぐるぐるって回ってね、もうこれ見せられたらやっぱこれやっちゃいますよね。ね、イラストがいいですね。イラストが、ね、これすごいな。フライングシャトル、オービター。基本コスモスじゃなくて、この国際貿易っていうところで仕入れたやつを強引にコスモスにしたのかな。かなり、やるにはリスクがありそうです。眺めるだけで精一杯ですかね。うん。以上、コスモス自販機の当たり10選でした。いやー、これ見せられちゃうと、外れだよね、他のね。どうですか?はい。ぜひ、別チャンネルも見てみてください。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらには、ワッキー海山所有のガチャガチャコレクションから、この辺見てみたいよというリクエスト、検索で、ワッキーガチャ、丸々と入れてみてくださいね。引っかからなければまだやってないカテゴリーなのでよろしくお願いします。エモーイ昭和レトロ風ガチャガチャの情報、ご当地オリジナルのガチャガチャの情報もコメント欄にて待ってまーす。コスモス自販機編、まだまだ見てみたいですよね。はい。ワッキーかやまはやってみたいと申しております。それでは期待を込めて、また次回会いましょう。ビン。